身長美容本日なんですけど、成長ホルモン治療をやると眠くなるのかってところ、そこについて説明させてください。でズバリなんだけど、まあ、ある程度眠くなると思っていただいて構いません。まあ、例えば私今まで見てきてる中で、まあ、印象的というかよく記憶残ってるのが、いわゆる中学受験に対して成長ホルモンを打つと眠くなっちゃうから勉強がはかどらないから、小学校の時やめて中学受験終わってからやりますっていう方ね、そういった方結構何人かいらっしゃったの覚えてます。で、まあ、本当のこと言うと、正直言うとそれを理由にやめてほしくないんですよね。というのもやっぱりその間に思春期始まっちゃったりすると困りますね。まあ、いわゆるだから思春期が始まる時の身長はその子の最終身長に影響してくるわけだから、思春期始まる前に伸ばしたわけだから、そうすると小学校の時期に始めたら当然皆さんといいのはお分かりいただけると思います。なので、まあ、本当のこと言うと、眠くなるのはいいことだし、眠くなるから伸びるわけだよね。うん、で眠くなって、眠るから実際身長伸びていくわけだし、まあ、眠ることでさらに成長ホルモン出るわけだしってことを考えると、それはいい方向に働いてるんだよね。例えばだけど、お父さんお母さんも実感湧くと思うんだけど、年取ると寝れなくなってくるじゃないですかね。私なんかはね、大体最近朝5時ぐらいに起きるんだけど、小さい頃なんてさ、5時に起きれなかったもんね、変な話。だけど今はもうさ、目覚めちゃうんだよねってところで、大人はですね、大体20歳から40歳にかけて成長ホルモンの量って半分になります。なので私がちょうど今40歳ぐらいですので、13歳の頃でも半分以下ですよ、余裕でね。そうやって考えると、まあ、やっぱり子供の時ってすごい眠かったの、私もよく記憶ありますし、だから眠いってことは身長で悪くないってことね。だからそこがポイントね。あとね、いつ眠くなるんですかって質問があったりもするんだけど、これもなかなか面白いです。でですね、皆さんね、ぜひね、学生の頃思い出してください。学生の頃どうですか、皆さんいつ眠かったですか。授業中、あれはね、何が思って眠かったのか、ちょっともう一回振り返る必要あるんだけど、やっぱある意味、そう、なんていうかな、眠いっていうのはある意味一日中眠いというか、なんかそういったような感じだと思います。まあ私も仕事中はかなり気が張ってるので、まあ仕事中眠くなるなんてことはないですね、正直言って。だけど、休日なんか日中も結構眠かったりもするしねってことで、まあ他の外部要因とかいろんなものが多いので、まあ、成長ホルモンによって昼眠くなるとか、成長ホルモンで夜眠くなるというよりは、まあ全体的になんとなく眠くなるってことは言えると思います。ただ、まああんまそこは気にしなくていいかなってことですね。まあただ、どうしても眠気がコントロールできなくてっていう場合は、まあ一応ご相談いただくしかないかなと思うので、そういった場合はね、気軽にご相談ください。それではまた。